神奈川県奈良岡最古ですえっと遠征で見つけた美味しい食べ物はあの福岡のごまサバが美味しかったですえっと大好物はやっぱりあの青森出身なので魚介類が好きですえっと近況レースは前回あの欠場したんですけれども、まあ、今回また頑張るので応援をしてくださいえっと今回もしっかり一度位置を取ってあの自分らしいレースで運べ,運べればいいなと思ってます北海道の堀田萌です 私の大好物はスーープカレーです。最近のレースは7着を取る回数が減ってきたんですがまだ取ってしまうこともあるので47点取れるようなレースをしたいです。今回はスタートが苦手なのでスタートをたくさんやってきたので少しでもいい位置を取れるように頑張りたいです。 神奈川県佐藤明子です。遠征先で見つけた。おいしい食べ物はえっといわき平でのお寿司屋さんで食べたホヤの塩辛です。近況のレースはまあ、良かったり悪かったりなので、まあ、もうちょっと成績安定できるように頑張りたいと思います。まあ、今回は、えー、チャンスがあれば動いてしっかり成績残せていけたらなと思います。埼玉県黒沢ゆめきです。えっと好きな食べ物はえっ、ー、と刺身です。 近況のレースの感想、えっとまあ、流れには乗れていると思うので、ついていけるように頑張ります。位置取りをしっかり取れた位置から流れに乗っていきたいと思っています。埼玉県の野本玲奈です。遠征先で見つけた美味しい食べ物は福岡県のもつ鍋です。近況のレースの感想は？ 決勝には乗れているんですけどまだ思うように走れていないなっていう感じです前回平塚で大きい着を取ってしまったので今回はリベンジしたいと思いますレナメタル全開で頑張っていきたいと思います応援よろしくです佐賀県田中ルナです私の好きな食べ物はさつまいもです今回は復帰戦なので一層一層流れ見ながらやれること全力で頑張ります いつも応援ありがとうございます走るからにはちゃんと勝ちに行くんで応援よろしくお願いします愛媛県の渡辺遥です私の大好物は焼肉ですデビューしてからのレースではなかなかえっと自力が出せずに力不足なレースが続いていますがしっかり自力を出して頑張りたいです